質問コーナー始まるよ。ブラック企業から倍率100倍のホワイト企業に転職を成功させて、ぬくぬくサラリーマン YouTuber してる私、サラダメが皆様からのご質問にお答えします。今回はですね、チャンネル登録者5万人突破記念として、とか言ってすいません、もたもたしてる間に6万人到達してる状況ではありますが、私、サラダメが人気 YouTuber 面してですね、初めての質問コーナーをぶちかましたいと思います。先日皆さんから質問を募集させていただきまして、面白いものから考えさせられるもの、謎めいたものまでたくさんご質問をいただいてますので、じゃんじゃん答えていきます。ただその前に一つだけお伝えさせてください。今回の募集でこれは答えたいなっていう素敵な質問をあまりにたくさんいただいたので全然答えきれませんでした。すいません。ということでこの機会にサブチャンネルを作りました。そのサブチャンネルの方でもうすでにいくつかお答えしていますし、これからもお答えしていきたいと思ってますので、もっと質問コーナー聞きたいよという方はぜひ概要欄からサブチャンネルもご覧ください。はい、ということで前置きが長くなってしまいましたが、皆さんからいただいた約200件のご質問の中から、これは特に視聴者の方と共有したいと思ったご質問を厳選して20個ほどお答えします。では行きましょう。サラタメさんは何歳ですか？現在29歳で今年で30歳になる年です。学生の時はどんな人でしたか？小学生から大学生までずっと野球部だったんで、ざっくり言えば体育会系の学生でした。好きな YouTuber はいますか？そりゃめっちゃいますよ。もう YouTube ばっか見てますから。そうですね、まず圧倒的に一番好きな方はオリラジあっちゃん、中田敦彦さんですね。 YouTube 大学、あれすごいっすよね。勉強になるのはもちろんなんですけど、もはや感動すら覚えるようなあのクオリティ、私もあのレベルを目指したいと思って何度も聞いて勉強させてもらってます。その他の方もざっと挙げさせていただくと、それこそヒカルさん、ラファエルさん、メンタリストダイゴさんとか大御所の方も見ますし、他にもアサギーニョさん、カジサックさん、両学長、文学 YouTuber ベルさん、フェルミ研究所さん、スマイリーさん、ここら辺の方々の動画は同じ動画でも何度も見ちゃうぐらい好きっすね。他の方も挙げ出したらキリがないぐらいいろんなチャンネル見てます。もしビジネス系に限らずおすすめのチャンネルあればコメント欄でぜひ教えてください。何か資格持ってますか？これお恥ずかしい話ですけども、運転免許ぐらいしか持ってないです。あまりにも秀逸な動画で有能な方なので、雇われではなく、実は個人事業主で、サラリーマンというのは多くの共感を得るための仮の設定ではないですか？という質問です。そうですか、眠いぞ、眠すぎるさん。ありがとうございます。そんな風に言っていただけて嬉しいですけど、全然設定とかではなく、めっちゃくちゃサラリーマンです。サラタメさんは何業界にいらっしゃいますか？すいません、業界は言えないんですけども、職種としては宣伝とか広報寄りのマーケティングをやらせてもらってます。今の会社はどのぐらいホワイトですか？まあめっちゃホワイトですよ。有給もちゃんと取れますし、定時に帰ろうと思えば毎日定時に帰れちゃうんじゃないかなと思います。私は結構のめり込んじゃうタイプなんで、勝手に新しいこと始めて勝手にちょっと忙しくなって、なんだかんだ7時ぐらいまで残業しちゃったりしてますけどね。それでせっかくの機会なんで、私が声を大にして皆さんにお伝えしたいのが、ガチのホワイト企業って労働時間についてどういうスタンスなのかっていうことです。働き方改革って言葉が流行ってるせいで、最近ホワイト企業のふりをしたホワイトもどきの企業が増えてるなと思うんで、結論、私が働かせてもらってるようなガチのホワイト企業って、定時で帰ってもいいし残業してもいい、自由に選べるスタンスなんですよ。私は全員が定時で帰るからといって、それがイコールホワイト企業だとは思わなくて、例えばなんですけど、国が厳しく規制しだしたからって仕事量を減らす努力もしないで、とにかく定時に帰れって上司が叫んでるような会社って結構ありますよね。そんなの全然ホワイトじゃないじゃんって思いません？ガチのホワイト企業っていうのは、もちろん残業なんかしない方がいいけども、もし残業しててもやり遂げたい仕事があるんだったら残業したって構わないよって、そういう選ばせてくれるスタンスの会社なのかなと思います。彼女いますか？この動画を撮ってる時点ではいます。もし振られちゃったら、励ましてください。結婚してますか？してません。サラタメさんの人生における夢ってありますか？人生におけるってほどではないですけども、現時点での夢は、登録者、驚異の100万人超えを果たしてですね、これ別に冗談じゃないですよ。本気で言ってますからね。100万人超えして、サラリーマン YouTuber として圧倒的ナンバーワンになること。これが夢です。YouTube を始められたきっかけは何ですか？きっかけはボイシーですね。皆さんボイシーってご存知ですかね？個人でラジオ番組が持てるみたいなプラットフォームなんですけども、そのボイシーに一時期ハマってて、元さんのやつとか、サウザーさんのやつとか、ゴッホさんとか、さくらまなさんとかめっちゃ聞いてたんですよ。それでめっちゃ面白かったんで、もう聞いてるだけじゃなくて、自分でもやりたいなと思って、昔からそれこそちっちゃい頃から喋って何かを伝えるみたいなことは大好きだったんで、これはやってみたいなと。ただですね、一つ落とし穴だったのが、ボイシーって有名な方なら無料で始められたり、スポンサーがついたりするんですけど、私みたいなゴリゴリの一般人が始めるとなると月10万円とかかかっちゃうんですよ。月10万はさすがにきついなと。でもやりたいなと思ってたどり着いたのが YouTube でした。よく考えたら YouTube だったら無料で始められんじゃんって。しかも顔出ししないと全然ダメなのかなと思ってたんですけど、いろんなチャンネル見させてもらったら、ちょこちょこ顔出ししないで声だけで頑張ってる人いるし、これいいじゃん、とりあえずやってみようっていう感じで始めました。
サラタメさんとモチベーション紳士さんが同一人物なのかが気になってます。これコメント欄でめっちゃ言われるんですよ。実はですね、秘密にしてたんですけど、なんていう展開はなくてですね、もちろん別人ですから、多分扱ってるジャンルも似てて、しかも私がビデオスクライブっていう同じアニメーションの編集ソフトを一時期使わせてもらってたこともあって、誤解を生んじゃったんだと思います。モチベーション紳士さんは私もいつも拝見させてもらってる YouTuber の方なんで、光栄っちゃ光栄ですけど、モチベーション紳士さんの方がなんかこう、皆さんどうもこんにちはみたいなスマートな感じじゃないですか。私の方がなんかガチャガチャ世話しない感じですよね。まあ結論、モチベーション紳士さんは別の方ですし、私は単なる視聴者の一人です。読書や動画制作以外に休日何をされてますか？筋トレ、草野球、たまに飲み会って感じです。筋トレは週に2回ぐらいジムに行って結構がっつりやってます。会社に脇がの人がいたらどうしたらいいですか？誰も言えず誰がどう対処するべきですか？脇がの人がいたらどうするか、これ結構難しいですね。あなた脇がですよみたいなこと言っても、ただただ恐ろしい空気になりそうですもんね。これちょっとわかんないですね。すいません、皆さんもしいい脇が対策があればコメントで教えてください。平均の睡眠時間はイメージではめっちゃショートスリーパーと思ってます。めちゃくちゃ寝ますよ。平日は 6,7 時間は寝てますし、休日は8時間以上は絶対寝ますし、昼寝だってしちゃいます。サラリーマンと YouTuber でお金がたくさん入ったら何に使いたいですか？がっつり手元にお金があったら、そうですね、サラタメとしての活動に使えたらそれが一番面白そうですけどね。まだ全然構想段階というか妄想してるだけに等しいんですけど、例えば転職に悩む人、過去の私みたいに転職に悩む人と、そういう人にちゃんとレクチャーできる人が集まるコミュニティ、転職塾みたいなのを作るのも面白そうですし、あとはそうですね、サラタメ祭りみたいな勉強にもなるし、しかもめっちゃ楽しい的なイベントとかやれたら楽しいだろうなと、そんなことは妄想してます。 YouTube を始めて良かったこと悪かったことを教えてください。良かったことなんてめちゃくちゃたくさんありますけど、まずシンプルに楽しいですよね。自分が本読んでこれ面白いなって感動したこととか、ニュース聞いていやそれおかしいだろうって思ったことを何万人っていう人と共有して、さらに反応をもらえるって、これは面白い体験ですよ。ほんとおかげさまで今まで経験したことのない面白さを日々感じさせてもらってます。あとそうですね、この YouTube をきっかけに Twitter とかで DM いただいたりして、普通にサラリーマンしててもなかなかお会いすることがなかったような人に出会えるっていうのも、私単純に面白い人大好きなんですごく楽しいですね。逆に悪かったこと、そうですね、家族とかごく少数の仲のいい友達にはこの YouTube 活動の話しちゃってるんで結構いじられるんですよね。まあちょっといじられるぐらいなら全然いいんですけど、最近実家に帰った時も親に、お、サラタメ帰ってきたじゃんみたいにサラタメ呼ばわりされていじられるんで、そうですね、それはまあまあイラッとします。サラタメの名前の由来を教えてください。これはですね、シンプルにサラリーマンのためのメディア、略してサラタメっていうのが名前の由来です。でちょっと語らせていただくと、なんでそんなサラリーマンのためのメディアを作ろうかと思ったかっていうとですね、私たちサラリーマンって特に SNS 上ですけど、なんか負け組っぽく扱われることが多いじゃないですか。でも個人的には本当にそうかと、というか全然負け組なんかじゃないだろうって思ってて、サラリーマンだからこそ面白いこともあるし、サラリーマンの方って私の周り見渡しても一生懸命努力してもっと幸せになりたいって思ってるし、それだけじゃなくてもっと周りの人を幸せにしたいとも思ってる素敵な人が多いと私は思うんですよ。ただ一方で私自身も何してもうまくいかない時期があったんでわかるんですけど、サラリーマンってほんと大変で、ほんのちょっとの知識とか実力が足りないことが分かれ目になって、その微妙な差でそれこそ死んじゃいたくなるぐらい辛い状況に追い込まれることがあるとも思うんですよ。めっちゃ楽しく働けるか、死にたい気持ちで働くか、この違いってほんのちょっとの知識とかビジネススキルの差が分かれ目になるよなって私は実体験で思うんで、頑張ったり努力する気なんてさらさらありませんって人までどうにかしようとは思いませんけども、せめて頑張る気持ちはある、もっと良くなりたいっていう意欲がある、そんなサラリーマンの方、もっと広く言えば働く人みんなに向けてなんですけど、働くことって結構楽しいじゃんって思えるように、私の今まで集めてきた知識をお渡しできればと思ってます。ほんのちょっとの知識、視点の切り替えで働く楽しさって結構劇的に変わると私は信じてるんで、それで楽しんで生き生きと働く、いわゆるイケてるサラリーマンが増えて、何を狙ってるかって回り回って私も助けてほしいなって思ってるんですよ。今は私めっちゃ楽しいですけど、人生ってなんだかんだ残酷で浮き沈みが激しいものだと思うんで、今後私がまためちゃくちゃ辛い状況に追い込まれたら、その時はこの YouTube をきっかけに繋がった人にぜひ助けてもらいたいと、絶対助けてよねと他力本願ながら思ってるわけです。まあ要はこの世界、サラリーマンが雇用されて働く人がもっと楽しくてもいいんじゃないかって思って始めた、それがサラタメ誕生の由来でございます。
はい、ということで今回はいただいた質問の中で厳選して20個ほど答えさせていただきました。今後も身元を明かすとかはあんまり考えてないんですけども、私の人間性とか考え方を知っていただくことで、これからのサラタメの動画がもっと伝わりやすくなるかもと思って質問コーナーやらせていただきました。冒頭にもお伝えしましたが、今回答えきれなかった質問についてはですね、サブチャンネルでお答えしていきます。もうすでに数本アップさせていただいてますし、これからも少しずつアップしていきたいと思ってます。概要欄にサブチャンネルのリンクも貼っておきますので、もっと見たいという方はぜひご覧ください。では、質問コーナーにご協力いただいた方、いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございました。引き続き私はナンバーワンサラリーマン YouTuber 目指して頑張っていきますので、今後ともお付き合いいただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time.